はい、こんにちは。これが道路公団セットにね、ある、やつですね。のものにあるエルグランドでございます。このエルグランドもね、なかなかの、こう、良い出来で、ネクスコのね、セットものの中であって、エルグランドの、感じがよく出ていますね。で、こんな豪華な車は本当に使うのかっていうと、使ったことがあるんですね。で、エルグランドは今3代目、今なりますけども、まあ、この初代の時からずっとこう2代目、3代目と、道路公団の方ではまあ使っているみたいです。こんな豪華な車を仕事に使うのかっていうね、ちょっと疑問が湧いてね、まあ、国民の税金を使ってこういう車を買うのかっていうところにちょっと怒りを感じている方もいらっしゃるかと思いますけど、まあ、そこは道路公団に聞いてくださいみたいな感じですけどね。ただまあなかなかこういうふうな、豪華な車を使った道路公団というのがあって、これは主にその高速道路とか、まあ、一般道でもそうなんですけども、まあ、車の通りの多いところで、まあね、こう落下物がないかどうかですね、まあ、そういったものを確認したり、で落下物がある場合は素早く主に高速道路なんかはパッとこう回収すると。なぜならば高速道路というのはまあすごいスピードを出して走りますから、まあ、落下物があると大事故になる危険性が高いわけですね。ですからまあそういったものがあったらもうすぐに駆けつけてきて、それを撤去するというのが主な仕事の車です。まあ、なかなかこの黄色い、昔から黄色い感じであすけども、この黄色い感じとこのエルグランドの良さが、よくできているなといったところです。どうもありがとうございました。